い、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は最近作った料理を紹介していきたいと思います。まずはチヂミです。こちらはキムチを入れてるので色が赤っぽいんですけれども美味しかったです。続いて春巻きです。春巻きは自分で作ったことがなくて、お母さんのお姉ちゃんに教えてもらって作ってみました。自分で作った春巻きもとっても美味しかったです。こんな感じで具材を炒めて、そして水溶き片栗粉を入れて混ぜてみたいな感じで具を作りました。炒めて味をつけて巻いて揚げていきます。あんまりね、作り方が参考にならないっていう風に以前動画のコメントでいただいたので、今度は作り方動画もねチャレンジして紹介できればなと思います。こんな感じでとっても美味しかったです。続いては私がすごく前から作りたかったヤンニョムチキンです。ヤンニョムチキンはこんな感じでまず片栗粉をつけて普通にまず焼きます。そしてこちらのタレを作ったんですけれども、すごく美味しかったです。リクエストがあったらヤンニョムチキンの作り方はまた別で動画で出せればなと思います。こんな感じで揚げて和えるっていう感じで、すっごい美味しかったです。コチュジャンを使ってるので辛いんですけど、甘辛な味ですごく私でも美味しく食べれました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。